か思ったんが、うん、忙しい時に俺なんか言われた、うん、本当のやつ、あの作業所、あの料理とかすると最近やたらとこう世間話を話しかけてくれるから、こっちは集中したいのに、それどころじゃないのにやめるかみたいなって言うのを、それは軸で俺が援護作業をするみたいな、まあちょっと爪を焼くでもいいし、で 俺も店側になってるの、そのネタによっては、だからそこがネタによってはになってもたら、もうブレブレになる気がする。例えば今までのキャラクターとしては、うん、ヒロミってそこのトリガー役というか、最後の一言がちょっと鬱陶しいとか、ワードがイグアナであるとかっていうところが言うたら引き金になって俺が決める。ワードがイグアナ、ワードが、そしたらイグアナの急げ上げとか言う、俺それ一本でやらせたと、もうイグアナの散歩それだけやったら知らん、知らん、知らん、知らん言われてます。確かにイグアナで有名なの、イグアナで有名なの、あ、カフェにぼやけど大賞で3回目ぐらいでなんか盛り上げ入って、あのさ、あ、俺に来るな、来ていくのか、うん、あのさ、こっち行って最後こっちこっちに流れて、ああ全く関係ないように止まっちゃうんじゃないかな。それ結構おもろいって言われてたから、お前2本ぐらいあるんだよ、あ、それと両兵あれおるよね、あれおるよ、だけどそこが二人だから、小兵と両兵で話しかけていいんだよ、で中では何も横でポツンと、あ、一人で来たわけもおるのかやったんですよ、おいな、今ちょっと見寄って1個上げて1人でイヤホンつけろって、イヤホン、あ、イヤホンつけて、おい、お前もうるさいね、揉めとタイミングで言うたりとかしてもうてんね、面白いな、俺が美味しくなりすぎて、そっちが際立つ、いやいや別にきっかけとしては多分オチで使うオチやから、別に見せ場はそれでバランス取れるのは思う、元入るタイミングが多分一番まとまりはあると思う、勘違いすんなよ、違う、ここでいつもスカッとしておかしてへんかで、いつも動画のタイトルが変わっていったもんな、いけるんじゃない、今からね、TikTok 撮影に堺市まで行きます、お店ちょっと貸してもらおうということで、今日は撮影クルーの方で来てもらって、はい、エキストラの方に来てもらって、一緒にね、もう一回100万回、いや、1000万回、はい、目指そうじゃないかと、いう方でね、はい、じゃあ、はい、じゃあ、行ってきます、行ってきます、せーのデブってあれさ、デブって鼻息荒い、あれなんでやろ、なんでお前が言うの、なめんなよ、はい、では出発します、イエーイ、あのイエーイとかやめて、もうプロとしていくから今から、情けない、ワナンバーでTikTok やろ、 TikToker がで、ついてドタバタ劇で、あ、でみんなで、すいません、ちょっとお借りしていいですか、すごいよね、の店借りて、そうやな、ね、そうやな、ね、ありがたいな、ほんまにありがたい、話よこれは、ほんまにありがたいよ、ほんまに、はい、終わりました、終わりました、すいません、まず
そこだけやろ。あ、うん、ヘイヘイまで、うん、で、一回ちょっとカメラを撮るわけです。見てみて、うん、俺すいません、2回言うの。すいません、すいません、すいません。あ、行きます。行きます。じゃあ、よーい、スタート。すいません、すいません。はい、行きまーす。小川さん行って、小川さん。はい、はい。OK。一旦そこまで。一回ちょっと見させて。一回、ちょっと。おみそったっすね。ちょっと忙しい。何でもいいわ。見て、三つ腰。で、クマ結構できたら左右バッて上でほしい、うん、この画角が狭いのちょっと忙しさがあるやから、うん、腕、3、2あちょっともう小林さん聞いてよもうそれ早く早く大将この街も変わったなあちょっと注文注文して大将いやもうスーパーとかごっつのアップライン貼れないのかそう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 大将大将注文あの駐車場とか前あったしなOK OK いい感じでいい感じで、でこれが正面OK で正面でいらんでしょ、オフショット。もう全く出てないですよ、緊張する出番。いや、でも全く緊張しないですよ。何も失うもん。はい、ちょっともう5番さん先ちょっと注文取ってよ、はい、はい、はい、大将この街ももう変わったなそうやねあ、ちょっと小麦粉行ってこ、小麦粉、小麦粉出せあ、ちょっと注文だけしてよ、はい、大将前までスーパーなかったやんまあまあまあ、小麦粉買いの坂さんだもん、ね、大将、うん、だって駐車場しかなかったやん、うん、あそこOK、来い、OK 地味で、どんな感じかオッケーオッケー正面オッケーで正面で一応引き中根さん打つとこっちなんだもんねこうこういやでもそのあのさーで引きからアップしてほしいあーそあのさーでアップしてそこまであのさーで引いてそっちまで A 下がっていく最初こう俺ここで俺あのさーでちょうどセンターに入るあのさーでセンター入るあのさーでセンター入るでだんだんゆっくりこうカメラ向けながらそっち側に行くみたいなで中根さんを映る感じで、うん、あさで最終的に行ってそこで誘導から最終地点そこで2人で、うん、一回ちょっとそこで合図は何あのさで動けばいいってやつ、うん、あのさで俺が前に寄ってでまた引いてで引いた時に俺一人だけこう合わせてこうやってこうやってこうやってあのさで熊くんに寄ってでこの段階で公平は映るよね、公平も。そうじゃん、映る。全然右で最後はそこやから。だったら小麦粉が最後になってて、そこは最終チェンス。一回流してやってみて。別にそのミスでもそのまま。ああ、オッケー、オッケー。一回やってみて。カメラはごめん、カメラの感じは、アップ、引いて戻した状態なのこっち。なんで理解ができんの、さっきから。ちょっと言うとけない。いや、したいよ、何やろ、そうだろ。何か全然分からん、ちょっと一回やろ。いや、したい、一回お願いちょっと。やってみて。あのさ、この状況見て忙しいの分からへんかな。えらい空気の読めへんかったんで、な寂しいのもおかいな。何を？こう行きたかったんやけど、もうあ邪魔ない。邪魔ない。俺邪魔ないの。うん。そうやで、ありがとうな来てくれて。あのさ、大好き。めっちゃめんどくさいです。一回もう一回な。うん。こう全体をとしてこう中根さん振ってもで、うん大将なんか言いました。大将何か言いましたって言った大将何か言いましたって言うとして俺だけできためっちゃええ顔してるやんええ顔してんなそれで一応大将何か言いましたってもうすぐこっち向いて、うん、大将何か言いましたって言い切ったらフーク持ってくれて、うんうん、で坊主は黙っとれやいくよ、うん、よーい、はい、あこれ映ってない紙あ映ってるな何をしてるねんなあ、おしゃべりしたんやったら横の坊主としゃべっとった映画なん大将なんか言いましたおう、だとる坊主
あの坊主は黙っとってください。ダートル小麦粉。へい。オッケー。これメニューとか書いていいですか。ごめんなさい、すみません。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。一応なんかこんなんで、じゃあ適当に言うから。おすすめありますよみたいな言うてもって、おすすめはそうですね。どうしようかな。何やろ。焼き鳥。トンペイとか、あ、トンペイとかじゃ、チーズトンペイとかはいいんですけどね。あ、チーズトンペイとか皆さん注文いただきますけどね。で、なんか色味が違うやつ。あ、ほら、鶏の、あ、ほらなんか、ほらチーズカリカリでみたいな。なので、ガッ。みんなで笑わない。みんな笑ってくれて。ああ、楽しそう。楽しい感じで。一回ちょっとじゃあ席。竹ちゃんがおもろいと思ってるやつ一応。そうそうそう。だから俺をそれでアホみたいにしてくれて、で最後一応じゃあ中根さん叩かなかんから最後。あ、俺全然。手前で。いただきます。じゃあ、よーい、スタート。はい、どうぞ。確かあのおすすめは何ですか。おすすめはね、ね、チーズトンペイとかはお客さんご注文いただきますけど、あ、これあのチーズカリカリで。あ、おそのサラダとかなんかおすすめってありますか。サラダ、サラダはチョレギサラダ、ごめん、ちょっと待って。いや、チーズサラダ、一回目お前言うたほうがいいじゃん。はい、よりはい、はい、注文どうぞ。あの、おすすめって何ですか。おすすめはね、ちょチーズトンペイとかは皆さんご注文いただいてますが、あ、じゃあそう、チーズカリカリで。あ、チーズカリカリ。あの、サラダとかなんかおすすめってありますか。サラダが一応まあ、シーザーサラダとかは皆さん注文いただいてますけど、あ、じゃあもう、チョレギサラダ。おもろやろ、俺。おもろやろ、俺、めっちゃおもろい。おもろやろ、めっちゃおもろい。オッケー、オッケー、オッケー。はい、腕。3、2 あのさ、もうやっちゃって、全員やっちゃって、もうほら、もうリセットで、さっきの、うん、一人ずつお前おすすめ言うていくわな。まずお前オレンジ、お前なんか一般人みたいな顔してるから、もう唐揚げ食うとけ。おすすめは唐揚げやな。あ、ほいでお前や、ほら筋肉たらめよ。お前でっかい体しとんの。お、プロテインや、おすすめ。プロテイン飲んでこい。の、パンパップせよ。お、お前や、問題は、お前や、ほら、ハゲていくだよ。ハゲていくだ。ハゲていくだよ。仲いいんだよ、お前。何やねん、ハゲていくだって。ディグダにしか見えよない。